8月2日水曜日から北海道でインターハイの歴上種目が開催されます。今回は初日に予選が行われ、翌日3日に決勝が行われます。女子 1500m 注目選手を紹介していきたいと思います。1人目はランキングリスト、日本人トップの岡山県津山高校1年生ドルーリー・シヘリ選手。ランキングリストは3位ということで、留学生を除きましてこの種目、日本人トップということで、 ま,あまず、ね、1年生ながらいきなりインターハイに出場することができるすべ、まあ、ての高校生夢の舞台でありますインターハイでメダルに挑みますドルーリー選手といえば1月の都道府県対抗女子駅伝で圧倒的な走りで、ねえー、世間を沸かせてくれましたとにかくフォームが美しく伸びやかな走りそして腕振り足の運びもう本当にね当時中学生だとは思えないような動きをされておりました魅力的な選手です、まあ、夏場のレースとなりますけれども、まあ、インターハイなので まあ記録よりも順位なのかなというところもありますから特にドルリー選手の魅力としてはラストの直線の、ね、爆発力よりはラスト400あたりからの、ね、ロングスパートが切れる魅力的な選手なのかなというふうに思います、まあ、駅伝で長い距離も走れますし今回800と1500でインターハイに臨むわけですけれども、まあ、スピードもあるというところでただラストスパートスプリントというよりはロングスパートなんですよ。 でインターハイになりますと、やっぱりスローな展開も予想されますし、夏場のレース、暑いので、やっぱりロングスパートが、ね、有利なのかなというふうに思いますので、自分の形が有利な形、自分の形に持ち込めることが、ね、チャンスつかめると思うんですけれども、その形に持ち込める可能性、非常に高いのではないかなと思っております。まあ、800、1500の選手ということもありますので、このメンバーの中でも、まあ、スピードもね割とある方だと思います。 中国高校総体 800m、1500m2 冠を達成した岡山県津山高校1年生のドルーリー選手。中国チャンピオンがインターハイに乗り込んで、1年生ながらどんな走りを見せてくれるか、注目しております。続きまして、宮城県仙台育英高校3年生の2人を紹介します。1人目は、カベヤ・エリナ選手。東北高校総体 1500m、良い入賞を果たしたカベヤ選手ですけれども、昨年のインターハイ、800m のチャンピオンということで、まあ、種目は違えど、 2連覇をけににイインターハイに乗りり込んでま,いります今年は 800m ではなくて 1500m で勝負に挑むというところなんですけれども、まあ、もちろん昨年 800m で優勝したスピードもありますけれども、まあ、あの仙台育英高校というとね大舞台に強く本番で力を出し切れる選手が多いそういう学校ですから、まあ、そういったところでピーキングのうまさ強みの選手なのかなというふうに思います 1500m に関しましてはランキングリスト10位圏外ではあるんですけれども 決勝に進出することができれば入賞争いに絡む可能性は非常に高いんじゃないかなというふうに思います、まあ、いくらね北海道といえ真夏のレースですし、まあ、特に記録会ではありませんので夕方だったり、えー、ナイターで行われるわけではありません日中、午後行われるということでおそらく暑さもある中のレースだと思いますからそういったところで、えー、レースがねうまく運べるような壁屋選手の経験者経験、えー、者のような選手が、ねえー、活躍できるんじゃないかなというふうに思います。 最後のインターハイでどんなパフォーマンスを見せてくれるか期待しておりますえ続きまして同じく仙台育英高校3年生チームメートの渡辺れや選手東北高校総体準優勝を果たした渡辺選手昨年のインターハイ6位入賞を果たしまして 1500m の、ね、スピードも12分にある選手ですけれどもなんといっても宮古寺全国高校駅で4区で区間2位ということで、まあ、本番にとても強い選手ですよね外す可能性が低い選手トラック駅伝で外さない強さ いずれも、ね、しっかり結果を残してきた選手だと思いますので期待しておりますまた昨年も6位入賞を果たしておりますし高校最後のインターハイ今年こそはとメダルを狙ってくるんじゃないかなというふうに思います対応力が、ね、トップクラスにうまい選手だと思っております今回カリバ・カロライン選手という、まあ、女子で言えば田中臨選手くらい強い選手が、ね、控えております、まあ、留学生が1人突き抜けた選手がいるというところで、まあ、集団が、ね、どう動くか 誰がカリバ・カロライン選手をマークしてくるのかそれとも完全ノーマークを無視して、えー、他の色のメダルをね狙っていくのかわからないんですけれども、まあ、どんな展開になっても冷静に見極めることができるのが渡辺クレア選手なのかなと思いますので、まあ、持ちタイムはね、えー、そんなに上位ではありませんけれどもメダル候補の一人だと期待しております続きまして静岡県浜松市立高校3年生の澤田優也選手を紹介します東海高校総体準優勝を果たしましまて メダルを獲得した澤田選手日本人トップ候補の一人です昨年はインターハイではなくて同じ時期に行われましたアンダー20世界選手権1 5 0 0ルで決勝に残りまして6位入賞も果たしましたもう世界を経験した澤田選手自己ベストはトップクラスなんですけれども今シーズン記録はねそこまで出せてないというのが一つやや心配ではあるんですけれどもまだ7月ですし春先インターハイ路線は記録よりも勝負ということで、まあ、そういったことを考えると心配はしておりません 高校ラストイヤー昨年インターハイ出場することできませんでしたので最後のインターハイでメダルに挑みます、まあ、留学生に反応せずにメダルだけを狙いに行く方が可能性は高いんですけれども澤田選手どんな挑戦をしてくるかメダル候補の1人ではあることは間違いありませんので澤田選手の最後のインターハイ注目期待しております続きまして京都府代表立命館宇高校3年生の山本選手を紹介します近畿高校総体4分17秒55の好タイムで優勝 今大会ランキングリストは4位ということでメダル候補の1人です近畿高校総体 3000m も9分11秒ということで素晴らしいタイムで2冠を達成しましたタイムだけ見ると今シーズンここまで一番強そうな選手でもあるのかなというふうに思います、まあ、立命館宇治高校の選手もそうですけれども、まあ、仙台育英高校とか、まあ、強豪校の強みとしては大舞台をたくさん経験していたり大舞台に強かったりする山本選手もその1人なのかなというふうに思いますけれどもあとは 沢田選手だったり昨年800で優勝したカビア選手あと留学生やドルーリー選手といったような強豪、まあ、選手と戦った時に、まあ、競り合いの場面でどういう対応をするかポジション取りも大,大切ですし、まあ、駆け引きという部分でもやっぱり地区大会だったり、えー、京都府大会近畿大会とまた違った、ね、激しさが増してくると思うんですけれどもその競り合いがしっかり対応することができればメダルは近いんじゃないかなと期待しております。 そして最後は長野県長野東高校2年生の久保田舞選手を紹介いたします北信越高校総体3位ということで日本人トップでインターハイの切符をつかみました久保田選手駅伝での実績抜群の安定感もありましてその上でスピードランナーでもあります昨年は1年生ながら北信越高校駅伝1区で区間賞宮古路、全国高校駅伝は2区で区間7位と長野東高校の初優勝に大きく貢献した久保田選手トラックシーズンも絶好調です まああの春の高校に入っても、ね、1区で区間2位ということで順調に成長しているわけですけれどもトラックシーズンも本当に走るたびに強くなっているなと感じました、まあ、今回、注目選手3年生が非常に多いんですけれども、まあ、ドルリー選手は1年生ですけれども、まあ、あのインターハイというのは、ね、3年生ぜひ頑張ってほしいなというふうに個人的には思うんですけれども、まあ、下級生の2年生は、ね、優勝することも結構あるんですよ。まあ、そういったところで2年生の久保田選手 ワンチャンスあるんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、負けても来年があるなというね、えー、マイナスな逃げな姿勢ではなくて、ポジティブに考えてしっかり挑戦して思い切っていけば、優勝だったりメダルもあるのかなというふうに期待しております。まあ、本番に強いね久保田選手がどんなパフォーマンスを見せてくれるか注目です。ということで、今回の動画は8月2日の水曜日から北海道で行われますインターハイ種目。 女子 1500m の注目ランナーを紹介させていただきました1年生のドルーリー選手いきなりインターハイしかもランキングリストトップということでね、えー、本当にすべての1年生の希望を胸に戦ってくれるんじゃないかなと思いますし最後の高校ラストイヤーのインターハイを迎える3年生有望な選手もたくさん揃っておりますそして2年生の久保田選手も注目したいなというふうに思います注目の女子 1500m 予選は初日の8月2日 決勝は翌日8月3日の木曜日となっております。目が離せませまん以上